こんにちは、風来坊です。ホームセンターで木材と塗料、刷毛、それに釘を買ってきました。これから椅子を作ろうと思います。初めて作りますんで、うまくできるかどうかわかんないですけど、まあやってみます。はじめに寸法を測ります。ちょっと高さが違うかな。難しいですね。邪魔です。はい。
中で電池が切れて取れてませんでした。一応こういう風にできました。なんで電池切れ、ちょっと暗くなりましたんで、明日はこのなんだ塗料を塗りたいと思います。おはようございます、風来坊です。次の日になりました。昨日は GoPro の電池切れに気づかずに作業を進めてしまって、組み立てのメインの部分、例えばこういうところの釘打ちなどを紹介したかったんですけど、GoPro の一番の欠点は撮影時間の短さですね。すぐに電池がなくなります。今日はこういう保護塗料を塗って完成です。作業できません。裏の部分を塗り終わりましたので、しばらく待ちます。乾くまで待ちます。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。